皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩の演歌レッスンへようこそ。今回の課題曲は秋元順子さんで一番素敵な港町。また素敵な曲が出来上がりましたよ。でも難しいですね。特に私はこのひらがなが読めるのか、ちっちゃい音符がちゃんと見えるのか心配です。もう一つ、もう心配じゃなくて無理というところでキーのことですね。私の都合で女性の皆さん、またまた申し訳ございません。プラス2にしますのでよろしくお願いしたいと思います。楽譜細切れで2段目のお供は子猫、こちらまでにしましょう。あ、言い忘れました。この音符はですね、あの一番上の方に書いてあるんですけども、本来はこの楽譜よりも1オクターブ低いんですよ。でもね、五線譜より下へ下へ下へとはみ出して、もう短い棒が、線がいっぱいになる。そうするともう見づらくて大変だというので、無理やり、もうこのままですとまるで福田光平さんの曲みたい、ね、そういうことをちょっとね、申し上げておきましょう。それからワンコーラスは、下から3段目の頭、こちらまでで、今申し上げましたように2段目の真ん中あたり、お供は子猫というところまでね、歌ってみましょう。遥かな記憶たどり寄せて、愛のパズルを貼り合わせたら、いつも港の夕焼けにいる夕日の石段、お供は子猫。ここまでです。この速さちょっと難しい。遥かな記憶、春というのが出っ張っていますね。イントロの最後、今日は2小節を数えますから、1、2、3、4、2、2、3、4、遥かな記憶。3拍半休んで、遥かな記憶。くの音あまり伸ばさない。そして、たぐり寄せて、たぐり寄せて、あのちっちゃい音符がね、つまり2番の音符がこう絡んできてるので難しいんですよね。もう見るだけ、どうなってるの、複雑にね。たぐり寄せて、寄せて、これが1番。2番は、おさん、おさんばしに。似ても似つかぬ。おさんばしに。こうですね。1番は、たぐり寄せて。じゃあ、イントロの最後2小節。1、2、3、4、2、2、3。遥かな記憶たぐり寄せて、愛のパズルを貼り合わせたら、愛のパズルを、愛のパズルを、のが1拍目、貼り合わせたら、貼り、あー大変、貼り、貼り合わせたら、せが1拍目、愛のパズルを貼り合わせたら。じゃあここまで歌ってみましょうかね。はい、ワン
寄せて愛のパズルを貼り合わせたら、いつも港の夕焼けにいる夕日の石段、お供は子猫。いつも港の、これはいいですね、先ほどの遥かな記憶一緒です。港の脳がちょっと長いという意味でね、白い音符ですね。いつも港の夕焼けにいる、脳の音から夕が一緒、夕焼け、あんなところに拳、夕焼けにいる夕日の石だ。またあの部分に拳、夕日の石だ。そして二拍子、お供はお供はお供はで、もんのわずか子猫。忙しい、お供は子猫。はい、じゃあ貼り合わせたら、いつも港の夕焼けにいる夕日の石段、お供は子猫。さあ参りましょうか、仕上げ。皆さんで、ワンツースリーフォー、ワンツースリ半拍休んで二段目の右半分、笑顔の人の、半拍ですよね、ちょっとこうジャズっぽいんですね。笑顔の人の、これもね救いです。笑顔の人の、人の、の音がちょっと遅れ気味ですね。
はい、笑顔の人の膝のぬくもり、うん、膝のぬくもり。先ほどの笑顔は半泊休みでした。今度は一泊、こっちの方が楽ですね。笑顔、はい、ごめんなさい。膝のぬくもり、そして古い船歌が、古い船歌が、歌が、何ですか、またあんなところに子牛。古い船歌が、メロディーはね、これに子牛。古い船歌が、歌が、歌が、難しい。そして、うん、揺れる街角、揺れる街角。ちょっとね、時間があまりないので少し急いでおります。申し訳ありません。じゃあ笑顔に戻りましょうか。笑顔さん、はい、笑顔の人の膝のぬくもり、古い船歌が揺れる街角、肩を寄せ合う男と女、一番素敵な港町。じゃあ3段目の終わり。うん、肩を寄せ合う、そうですね、肩を寄せ合う、合う。2番とちょっと違うんですね。2番は浮き灯台が、うん、1番肩を寄せ合う、うが非常に不安定。男と女、女、スラで下がる。男と女、一番素敵な、臨時記号ですね。いい音、おしゃれ、粋な音です。一番素敵な、きな、ね、まあもう皆さんね、耳でこの音掴んでください。なあ、伸びていって、うん、港、また同じ音ですね。港町、港が長い、その音と同じ音、まあまあ、まち、あは、ちょっと複雑ですね。港町、あの最後の白い音符に拳。さあ戻りましょう。3打目の終わり方を、3、はい、肩を寄せ合う男と女、一番素敵な港町。じゃあ笑顔2段目の右半分から
きますよ。はい。笑顔の人の膝のぬくもり、古い船歌が揺れる街角、肩を寄せ合う男と女、一番素敵な港町。さあ、それではね、ついでですから、この後、この今の楽の続きね、下から3段目。これね、似てるところもあるんだけど、全く違うメロディーが出てくるので勉強しておきましょう。マーチー、2番が歌ったとし、終わったとしますね。1、2、3。命に限りあるとしてもさ、似ても似つかむ。命に限りあるとしてもさ、命に限りあるとしてもさ、大丈夫ですか？命に限りあるとしてもさ、また下がって、生きてゆこうね、許し許され、生きてゆこうね、許し許され。ああ、ゆるのるが一拍目だ、難しい。許し許され、で心を石に変え、一番高い音ないで、心を石に変えないで、そして優しさにまた会えるから、でみんなはカモメ、先ほど習ったね、はい、出てきますから、これはもうあとはいいとしましょう。はい、じゃあこのゆっくりとね、はい、港町、2番の港町を歌ったつもり。港町、命に限りあるとしてもさ、生きてゆこうね、許し許され、心を石に変えないで、優しさにまた会えるから、みんなはカモメ、こういう感じですね。さあ、ちょっともう一回、今度はテンポを上げてね、皆さんに私がメロディを入れましょう。じゃあ、4段目ですね。港町、
ちょっとあんまお手伝いしたいんですけど、私もね伴奏がやっとですね。さあ参りましょうか。このテンポ、はい。急に思いつきましてね、一番のメロディーをちょっとまあ下手ながら弾かせていただいて、そしてハーフのまあ例のね、命にから、また会えるからですか、この部分のメロディーを弾こうとしたんですが無理だったね。はい、申し訳ありません。さあ、もう一回キーのことについてね、女性はもちろんノーマル、もうあとはお任せしましょう。男性の皆さん、これはね
少しぐらいで上げても足りません。マイナス3かマイナス4ということで、いや意外とおー、このキーになればいい歌がより一層魅力がね、にじみ出てきたよと、そんな風に評価が高くなるんではないでしょうかね。期待しております。はい、長時間お付き合いくださいまして、今日も誠にありがとうございました。